商店街。うわ、出た、ここダメなとこだ。声だけあれだな。なんで声だけいいのそんなに。50個、あ、またクソ店だろこれ。どうせもうゴミしかねえんだけど、マジで。あのさ、なんだよ。何急にそんな戦力的なこと言い出したの。じゃあ好きなんじゃないの。なんかこうやってこっそり見に来るのがもうアウトなような気がするんだけど。キキキキキキ。弱点とかあんのかよ。絶対わかんねえしな。技術もそんな上がんなかった。スタミナだな。球速も上げてえけど。カトリはいいんだけど、カトリな。あ、間違ってコントロール選んじった。出たよ。俺が拾うの全部。いや、何これ、メンタルに弱いとか。いや、これ何でもね、理事長に相談して。これ理事長の評価を上げていく意味ねえのかよ。あ、でも評価上がったわ。よし、体力回復してちょうど、お、いいね、スタミナにカトリーいんな。こいつと遊ぶかじゃん。何？何投げてくんの？かっこいいやろ。俺にそのどんな形態か見せてくれや。ほんで、どうすんね。これは投げ込みだ。誰くんの？矢部くんかよ。ふざけんな、くんなよ。俺の調子を下げるんじゃねえ。お、ぽくなってきた。クソザコ球速は覗き。来た。やべえ、減った分寝て回復する男。あ、こいつの相手してやろうぜ。はい。お、よっしゃ。ベニズル2号。せやで。お願いします。おいおい。いや、これもう元気系はいいだろう。グレてた。まあグレて頭してるよな。ありがとうございました。あー、正月か。いや、あえて矢部と行かないってのも一つの手だな。俺は野球が上手くなりたい。
ここで大吉を引く男だからな俺は。吉か。こいつコントロールうめえのか。篠だ。いいね。なぜかモブキャラと急に友情タッグ。他のやつはどうした？これ安牌の相手もらおうぜ。これでいいの買っといて、こいつに食わせると。うわ、やべえやつだと思われてんじゃん。ちょっと待って、何もくれなくなかったか今。カラスの評価ってなんだよ。急速上げてーけど、いやこいついっとくか。西田で野球マシーンの相手しかなさそうか。投手は右に4、左に3。あ、これか。強豪校のなんかあれか。うん、それが。いいじゃん、いいチームじゃん。報告よ。お前、どこにでもいて、なんかそこそこいいポジションにいるよな、このマネージャー。そりゃそうだろ。いやー、ちょっとホームラン打てないかな。パワー G だからな。練習試合組むのはいいんだけど、スタミナか。戦車あんま上げてもな。あの筋力がこっちまででかい。あ、バカか。70で怪我するやついるか。嘘だろ。今何パーだった？ 2% ぐらいで今怪我しなかったか。でもすぐに朝チュンで取り返す。いや今のでけえな。ちょっと痛えな。毎回投げ込みしてんなこいつでしょ。上がったやる気がすぐ落ちる。理事長大好きなのか。なんだ。あれでもババアやぞ。50銭で玉ねぎ買えるで。50銭すげえ安いな。めっちゃ声出せん。話してください。ここは話すんだよ。大丈夫です。お前もか。あいつ玉ねぎ食うのか。どういうこと？
謎が深まるばかり。あ、これタック見せてやろうぜ、篠田と俺のよ、スカウトに。再来週に試合ね。あ、そうだね。こんな溢れることとかあんだ。これそろそろ危険、死ぬか。 6% だろ。篠田と変化球、いや変化球はちょっともういいかな。コントロール、カトリと遊ぶか。お、なんだ。え、いやそりゃそうなるだろう。しゃあないですわ。や、兄さん。だからさ、甘えすぎでは。頼ますわ。この通りです。頭下げてんだろうな、今ちょうどうまいこと消えたね、画面から。はい、理由を教えてくれ。それは無理だろ。そして今、まあ、熱いものは伝わってきたよ。よし、来い、朝チュン来い。来ねえか。どっかでやる気あげてえけどな。やる気上がりそうなとこ。スーパー銭湯のこれでリラクゼーションで上がんねえかな。ダメか。あ、上がった、上がった、よし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 。これはでかいぞ。よし、休息も仕上がってきた。そこそこ能力的には悪くないぞ、もう大体。お前ピッチャーなのか。実は俺南国リゾートだったんだ。なんだと。あ、めっちゃ怖いんだけど。え、いきなり評価下がったんだけど。じゃ負けねえぞ。あ、これちょっと強くねえか。いいぞ。変わんねえな、雑魚だ。振れよ。あー、このチーム強いかも。まあまあ最初は遊びみたいなもんだからな。いや、クラマにあれか、普通にバカ強えわ。やめろ、これ一回が終わんねえぞ。だってもう置いてるもん、初めっから。踏んないもん、他のチームと違って。そんなことなかったわ。まだ振ってくんねえかな。よし。いやー、三振だろ今の。来た、この流れ。
まあまあまあ、初回はスロースターターだからよ。なんか強くねえか、こいつ。いや、こいつ、あれだ、守備レベルちょっと強い。そろそろかましたるかじゃあ。なんだ今のクライダーってなんだよ。これいいだろ。弾道2の弊害が。あ、うん、1点取れるだろ。よし、いいね。ここでインコースちょっと外れるやつで三振。1個外すか。うんねえな。落とそう。振れよ。これで取るかじゃあ。あ、これダメだ。これは全力ストレートで決めるしかねえ。本気を出さねばならんとはな。まだ、くそ、落とす。よーし、初めから振っとけや。粘りやがって。アウトコース来た。でこれでこの同じコースで三振。 OK、 川島君の投球術。そしてここで気合を入れる。勝てるぞ。また守備か。こっから体力もきつくなってきて点が取られるんですよ。じゃノーアウトか。インコースのストレートいっとくか。で落として終わり。アウトコースからのカーブ入れる感じで。これは、あーっと待てよ。取れねえのか、お前。マジか。こいつにヒット打たれまくってるわ。小原。こいつちょっと三振取りてえな。振らねえか。うわー、ヒットにされんな、これ。満塁だし。振らないね。マジ？これ全ストだな。OK。あー、これゲッツー取りたい。でフォーク、いいね。ここを抑える。あぶれ。これで三振だろ。オッケー、きたわ。これぞエース。うわー、これボール球かよ。しかもマジか。うわー、守備だよね。回ってくるよね、当然。カットボール。マジか。これアウトコースのカーブだな。でフォークで三振。もうちょっとスタミナないよ。マジかよ。結局点取られたし。頑張ったんやけどな。自責点3だろ。まあありだろ。最低限。お、なんか怒ってる。またこいつと遊ぶかじゃあ。こいつの評価爆上げじゃねえか。お疲れ様です。どう思います？いや、まあいいとこまでいけんじゃない。やっぱり。失礼します。やる気あんじゃん、クソ。こら。
なんだ、何急に現れていいこと言ってんの。いいやつじゃん。ママいいやつだった。ハンバーガーショップはてな。これどうせカラスだろ。パワードック、スライダー系成長ボール。へえ、こんないいのくれんの。アクセス、お、ついに来た。やったぜ。ついに俺もここの学生か。それよりなんかアイテムもらったよな今。回復の必勝本、そういうのじゃない。なんか今いいのもらわなかったか。あ、それだけか。今更上げやすくなるやつもらっちゃってもな。それより回復が欲しかった。カトリ、一緒に球速を磨くぞ。あとはガンダーしかいねえのか。来たぞ、天才、天才たちの集合。ガスマスク兄弟、やべえ選手入ってきたないっぱい。はい、ショートのベニツルです、よろしくお願いします。なんか見たことあんなお前。いよいよね。先輩。あいつはまあいろいろあんだよ、悪魔のことだ。見た目気持ち悪い、かっこいいな。嘘だろ、こいつ大丈夫か頭。じゃあそろそろアイテム買うか。筋力効果、ああそういう感じか。人気者、ああでもこれであれか、普通にショップでアイテム買って特殊能力ついちゃうのか。すげえな、ミート成長バット。これまさかだけど重い玉とか買っちゃって重い玉になったらクソ強くなんじゃね。朝中いい流れ来てる。いいね、継承選手と遊ぼう。お前か、何しに。いや、バイトだよ。やっほー。わあ、めっためんどくせえやつ来たわ。おい、なんだよ。くそー。多分荒れてる荒れてる。まあまあ。もうなんでくんだこの女マジで。い、一番いいやつとタッグ組めそう。じゃこいつの相手してやるか。お前何してんだ。おはようございます。何してんの。はい、理事長大好きか。いやこれだろ。あ、え、いや落とすわけねえだろ、
つは年上が好きなのか。何これコツ、何くれんの。打球反応か。ピッチャー返しに強くなるやつね。またお前か、海賊みたいな顔しやがって。よし、大台の140キロ。うわ、このスタミナやりてえな。アイテムはねえのか、なんか買えるアイテム。ショップで買えたらいいのにね。ないもんな。いや、さすがに死ぬか。いや、攻めよう。来た、なんとかなるもんだな。こいつの相手してやろう。いや、もう可愛がられてんじゃん。そうね。好きになりそうっつっとくか。え、あはっ、って言われた。何してんだ、校内走るな。そうだね、ああいうとこってなんか問題起こしちゃうとまずいんだよね。ほんとさ、やっぱり。ああ、それでもっと練習だって なっちゃうのか。これ練習試合かね、また。あ、廃墟高校か。まだこいつらならワンチャンある。あ、そうなんだ、キャプテン絶対出れんだ。え、監督。いや、お前雑魚だろ。いや、俺納得いきません。俺チャンスに強いんです。代打ならいいんじゃねえか。いや、オイラみたいに謙虚につつましく。おお、嘘つきじゃん。あ、出た、廃墟高校。こいつもやべえんだよな、サード。まあ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 、三振なんですけどね。ふざけんな、なんでそのなんかカスあたりでさ。お前の肩が強いことは俺知ってる、高橋。今年の俺たちは一味違う。くれよ。いいね、切れてるよ。くそ、どうしよっかな。いや、フォークを信じろ。くそか、振れよ。あ、これは危険だ。ナイス。重い球何の意味もねえな。カットボールで芯をずらす。よし、よし、そうそうそう、それはさっき振れよ。コントロール悪いな。芯をずらす。重い球は効いてる。
それ打たしてくれや。ちげえな、それじゃ変化する、それじゃないんだよ、君が投げるのは。違うんだよ。そろそろもうミートで打つか。パワー G じゃ。カットボールの神髄。あ、こいつはカスだ。お前には打てぬ。まあ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 、まあやべえやつ来たな。土剣。あぶらぶらぶら、バカか。そして三振と。やるね。あ、こいつか。まあ大事な時に三振してっかんな、こいつ。そうでもない。これでカウント稼ぎのカーブ打つんじゃね。あぶねえ。でインコースのフォークで、くそ、フォークを信じろ。ふざけんなよマジで。そうゲッツー、ナイス。チャンスよ、落とせ。結構危なかったな今。パワー G じゃ無理か。芯をずらす、いいね。そして三振を取る。振らねえな。でこれでビビったところを全ストでやると。はい、ゲッツ、お手本だわ。はい、点取れや。よし、パワー F だろ。危ない、振らねえのか。いいね。で、インコースのフォーク。よーし、ナイス。頼む、点取ってくれや。よし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 。ピッチングよ、大事なのは。相当やっただろ今回。35に対して奪三振5、被安打10、奇跡1、最高じゃねえか。勝ったでやんすよ。